次行きまーす。普通ライチュウとアロライだったらどっちが好きですか？まあどっちも好きっちゃどっちも好きなんですけど、最近は結構アロライのが好きだったりするかな。なんだろう、ライチュウがさ、なんか XY の頃かな、あの第6世代になって 3D な時ちょっと痩せたじゃないですか、ライチュウが。だからそれがなんか僕の中のライチュウのイメージとちょっと違うというか、ライチュウってなんかもっと太ってるイメージだったんですよね。なんかもちっとしてるというか、結構なんか XY のライ XY 以降のライチュウで結構痩せててなんかシャープじゃないですか。それがアロライって結構なんかもちっとしてて、なんかアライチュウってこんな感じだったなっていう、逆になんか原点回帰みたいなしてて、ちょっとアロライのが最近は好きかなって思いますね。まあ XY のライチも可愛いですけどね。自分がポケモンだったら何タイプになりたいですか？まあ何タイプになりたいっていうか、何ですかね、まあ、僕のイメージ、まあ、皆さんが思ってる僕のイメージからすると、まあフェアリータイプですかね、やっぱり。やっぱフェアリーみたいなとこがどっかあると思うんで、なりたいというか、まあ、ならざるは得ないとこはありますかね、僕が。ポケモンだったら。だからこれはもうなんか、なりたい、なりたくないじゃなくて、なってしまうのかな、フェアリータイプに。なっちゃうのかな。だからまあ同じタイプである、まあ、デデンネとか、カプテテフとかね、ライバルになっちゃいますけど、争っていきたいなと思います。悪でしょ、毒タイプ。なんでやねん、悪毒って。アローラベトベトンとかやないか。ノーマルはなんか一番やだな。ノーマルはなんか一番やだ、なんかある意味ある種一番やだ。ノーマルはなんかノーマルタイプのポケモン好きなの多いけど、君はポケモンで言うとノーマルだねってなんか一番嫌だよね。そうだったらまだ毒の方がいいわ。ゴースト生きてる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 。ノーマルだったら地面複合、おいおい、ノーマルで地面複合ってあいつやないか。あいつとは一緒になりたくない。ミツさんの声が心地よくて眠くなります。たまに言われるんですよね、ミツさんの声って眠くなりますよねっていうのを。これは結構悩みなんですよね。なんかこう、もちろん悪い意味で言ってるんじゃないと思うんですけど、悪い意味で言ってるんじゃないと思うんだけどさ、なんかこれはどうにかせにゃなと思いますよね、やっぱ。僕眠くなるような声なんですかね。僕は当たり前だけど、自分の動画編集してて別に眠くなるような声だなとは思ったことがないので、まあもちろんあの動画編集疲れて眠くなってきたなは超いっぱいあるけど、声質的にその眠くなるようなあれなんですかね。なんかこれはちょっとわからんわ。もっとなんかキーキーした声になった方がいいのかな、なんか。じゃあ次行きますか。いやでもなんか、なんちゅうの、もちろんいい意味だとは思うんだけど、それでもやっぱ眠くならない感じの声になんないとなと思いますけど。だって放送中寝られちゃうとやっぱ一番損じゃん。まあもちろん眠かったら寝ればいいし、明日仕事だったらもう寝なきゃいけないんですけど、赤い周知の声でそれでは次の質問みたいな、スリーサイズを教えてくださいみたいな、そういうの読む、まあ、ちなみに次の質問本当にスリーサイズを教えてくださいなんですけど。この流れで答えますけど、自分で自分のスリーサイズ知らないです。男性って知らないでしょ。てか女性も知ってんのかな、自分のスリーサイズって。知らなくない？知ってる？皆さん。
まあ、ウエストくらいなんとなくは分かってるかなと思うけど、バストとかヒップとか知らないでしょ男。僕は知らない。スーツとか作るときになんか測ったような気がするけど、そんなん覚えてないもんね。次行きまーす。顔出し放送とかやらないんですか？やった方がいい？やった方がいいなら別にやりますけど、顔出し放送。別になんつうの、別にやりたくないわけでもないけど、別になんかそんなに需要を感じないで、前はちょくちょくやってましたけどね。僕動画ではなんかマスクしたりひげつけたりしてますけど、生放送では別に普通に、まあ、公式とかでもそうですけど顔丸出しで放送とかちょくちょくしてましたけどね。別になんだろう、顔出し NG でもないんで、まあ、動画で顔出ししてない理由としてなんか自分の顔をなんか映像をなんか編集するのなんか照れくさいというかそういうとこもあるんで。普段は裸眼ですか、メガネですか、それともコンタクト？基本的にはメガネですね。ご飯食べるときは裸眼ですけど、基本的にはだいたいメガネ。コンタクトはね、正直コンタクトにしたいなっていう気持ちはあるんだけど、なんか目ん中になんかあれ入れんのが怖くて、未だになんかコンタクトにチャレンジできてません。基本メガネ。本当はメガネかけたくないっちゃかけたくないんですけどね。あとメガネの人に聞きたいんだけど、ご飯の時はメガネ外すよね？これ結構普通だと思うんだけど、結構メガネ族の中にもご飯食べる時もメガネ外さないっていうなんか派閥もいて、僕の中ではなんか考えにくいんだよね。ご飯食べるとき俺絶対メガネ外すんだけど、なんか邪魔じゃない？ご飯のときメガネって。職場でも絶対外すよ。外食でも絶対外すし。私の目の悪さを舐めるね。そんなここにあるご飯が見えないってこと？どっちがお味噌汁だっけなってなるってこと？これは何かなみたいな。ならないよ。風呂と寝るときが、僕割と結構外すよ。割と結構外すけどな。なんだ、携帯ゲーム、スマホのゲームとかさ、DS とかのゲームとか、まあ、スイッチとかもこの手持ちモードとかでやるときは結構外したりしますよ、メガネ。やっぱメガネずっとかけてんのしんどくない？なんか疲れるというか。なんかかけるぼやーっとして、そうだね、僕メガネ外してもまあ割と見えるからね。そんななんつうの、そんなすごい見えるってわけじゃないんだけどさ、まあ、よくさ、私目すごい悪いんですよ、 0.03 なんですよとか言う人いるじゃん。そこまでは悪くないもん。実写動画いつも楽しみにしてます、応援しています、ありがとうございます。質問 Y。 もうありがたい、こういう文言にさ、ケチつけんのもなんかあれなんですけど、質問箱だからね。こういうありがたいやつはさ、動画にコメントで書いてくれればいいじゃん。動画に本当に
YouTube でもニコニコでも動画にコメントがあるっていうのはシンプルにモチベーションになるし、やっぱコメントのある動画の方がやっぱ再生ってやっぱ回りやすいんですよね、 YouTube の方でも。なんかやっぱりだからまあできれば YouTube の方もね、 YouTube は動画コメントがね匿名じゃないからちょっと書きにくいとかいう部分もあるとは思うけど、まあ、できれば書いてほしいなって思いますけどね。ニコニコのが匿名だから書きやすいかなと思いますけど、どうですかね、実写動画とゲーム動画だったらどっちの方があれですかね、なんか上がったら見ようっていう気になりますかね。なんかそれってなんか今後のなんかこう力入れ具合もさ変わってくるかな。最近結構僕実写動画増やしてるんですけどね、なんかゲームよりも変なし実写の方がちょっと食いつきがいいっていう言い方すると変だけど、なんか実写動画の方がなんかね、優先度高くなったなって。ちなみにさ最近 YouTuber のさ動画って10分以上の動画多いっていうなんか感じしません？あれまあ理由知ってる人もいっぱいいると思うけど、まあ、改めて説明させていただきますと、10分以上の動画は広告が何個でも付けれるってシステムなんですよ。10分以下は広告付けれる数っていうのはもう最初のと、まあ、最後もつくのかなだけなんですけど、10分以上だと途中に何個でも広告挟めて、つまり10分以上の動画は入ってくる金が高いんですよ。だからあいつらなんか最近さ10分5秒とかそういう動画やたら多いでしょ。なんか無理やりちょっと10分超えたみたいな、で間になんかこのなんか CM 細かーく挟んで、だからね、で10分以上の動画を乱発してる YouTuber は、まあ、すげえ金を欲してると思ってください。僕の動画はね10分以下の動画も多いのでね、よろしくお願いします。なんか実写動画とか結構僕短いんですよね。栄冠9またやりたいですね。ちょっと夏やるわ栄冠9。栄冠9なんかまたやりたくなってきたんで、ちょうど甲子園のシーズンにでも栄冠9やりますわ。また続きからって言ってももうわけわかんないし、今いない視聴者の名前とかもいるから、ちょっと最初からまた改めてやりますわ。できれば3年以内で優勝、まあ、最悪でも甲子園出場は行きたいなと、まあ、なのでまあ、それまでね7月8月あたりにやるので、まあなんか選手の名前とかなんか枯渇すると思うんでね、なんか案がありましたらください。ルーズな人とケチな人はどっちの方が嫌ですか？これお金ってことですよね多分。ルーズな人とケチな人、どっちかな。難しい。これ難しいな。どっちもそんなに好きじゃないからな、ルーズもケチも。どっちも。フリーサ様の声。まあどっちかというとどうですかね。ちょっとだったら多分ルーズとケチだったらケチの方が嫌かな。で極端だったらルーズな人の方が嫌かな。
っていう感じですかね。ちょっとだったらルーズぐらいの方がいいと思うんですよ。やっぱりケチな人ってやっぱ一緒にどっか遊びに行ってもなんか自分は我慢するとか自分は買わないとか言ってちょっとなんか一緒に遊んでてもなんか思んない感じもあるので、ちょっとルーズなぐらいの人の方がなんかこう一緒に遊んでて楽しいかなと思うけど、めっちゃ極端なルーズな人とめっちゃ極端なケチな人だったら多分めっちゃルーズな人はちょっと不安になるかな見ててパッパラパッパラなんかお金使っちゃうみたいなのは、究極言えばまあどっちでもない普通の人が一番ですけどね最強につまんないこと言えば、まあでもケチも別にやっぱりいいことではないと思いますけどね。僕はなんかこう節約家って結構褒められるというか、なんか特に日本ってそういう美徳みたいなのがあるけど、あんまなんかケチケチしてもなんか面白くないんじゃないとは思いますね。なんか貯金全部使っちゃいますとか、なんか給料入ったら入っただけ使っちゃいますっていうのはやっぱり良くないけど、ある程度は使った方が生きてて面白くないって思うかな、やっぱ。なんか判断基準が何でもかんでもなんかこう安い方みたいな人いるじゃないですか。何でもかんでもこっちの方が安かったからって、本当にそれは楽しいかなって思っちゃうけどね。貯金は大事だし節約も大事だけど、何でもかんでも安いからの基準で生きてると本当になんか欲しいもんとか必要なもんがなんか分からなくならないっていうとこはあるかな。次いきます。毎日寒いです、防寒対策ってどんなことしてますか？ごめんなさいね、なんか今更答えて。もうすぐ夏ってかもう初夏にこの質問答える僕が悪いんですけど、まあ、防寒対策としましては僕一番いい対策があります。我慢とにかく我慢するっていうのが一番いい防寒対策だと思ってます。とにかくもう寒いって思わない、我慢するっていう一番いいと思います。それが、あとはねもう、まあ月並みですけどいっぱい着るかな。なんかこう北海道とか持ったりとか、あったかいコーヒーとか買うよりはいっぱい着る方が僕はいいのかなって思います。あとこれは聞いた話ですけど、ちゃんとご飯食べるっていうのは結構いいことらしいですね。なんかこうだから僕は食べないですけど、冬とかは本当は朝ごはん食べた方がいいんですよね。なんかこうなんだろう、ちゃんとご飯を食べるっていうのはなんか結構防寒対策になるらしい。なんかお腹が空いてる時の方がなんか寒さを感じやすいみたいな、なんでなんかよくわかんないですけど、僕は食べないのでちょっとこれはあれですけど。ヒゲさんはヒゲが濃いんですか？まあ、ヒゲさんはねもう海のあぶくとなりましたんで、まあもうあれなんですけど、まあ、いない人間に対する質問答えなんかあれなんですけど、ヒゲは別にヒゲ生えてないです、基本は基本的には普通の会社員なのであいつは基本ヒゲは剃ってます。ただなんだろうね、結構だらしないところがあって、こないだとかもあったんですけど、結構休みの日ヒゲを剃らないので、
なんかこう薄いヒゲがなんか武将ヒゲみたいのがちょろちょろって生えたりします。僕とかはね、普通に友達と会う時とかでもヒゲ剃って会うので、あの休みの日でもなんかヒゲだるまってことほぼないんですけど、彼はね結構多分女と会う時とかはちゃんと剃ってると思うんですけど多分ね、多分女と会う時はちゃんと剃ってると思うけど、僕と会う時とか結構武将ヒゲ生えてる。で別に濃くないから、なんか一番なんかかっこ悪いパターンなんかちょろちょろって生えてる。え、なんでヒゲがヒゲかっていうと、中学の時、中学生ぐらいの男ってさ、なんか産毛みたいなヒゲ生えるじゃないですか。ヒゲはまあモテないと思います、正直。正直そんなにモテないと思う。言っちゃなんだけど、あいつケチだしさっきの話に戻るけど、あいつケチだから多分モテねえと思う。まあでも言うてね、言うてアラサーだから女と会う機会もまああるはあるでしょ。たまには。知らねえけど、ヒゲって案外性欲強そうだし、この辺もちょっと僕の想像ですけど、なんかいろいろなんか欲求をなんかこうなんか溜め込んでる分、なんか性にすごいいってそうなんで、あいつあんまりなんか飯をいっぱい食うとか、なんかこうゲームを買うとかあんまやんないので、なんかこう性になんか欲求向いてそうだし、女と会うこともあるんじゃないですか。僕はあのフェアリータイプなんで、僕フェアリータイプだから、ほんとなんかあんまなんかないよね。だほんと女子会とか呼んでください。僕性欲ないので、なんか皆さんの周りで女子会とかなんか開かれる際、ちょっと僕呼んでくれてもいいですよ。本当にほぼ女子みたいなもんなので、全然女子をやらしい目で見ないので、よろしくお願いします。本当全然一緒にサウナとかも入れるぐらい、それぐらいなんかプラトニックな生き物なんでね、よろしくお願いします。でなんだっけ、そう、あのヒゲがなんでヒゲかっていうと、まあ、この話もたまにしてますけど、まあ、中学の時その産毛みたいなヒゲ生えるじゃないですか。そういうのってまあ一応なんかなんていうの、顔剃りみたいなんで一応処理はするじゃないですか。でヒゲ一切その処理をしてなくて、なんかこのヒゲがなんか薄いヒゲが毎日生えてたんだよね、鼻の下に。でヒゲっていうあだ名というか俗称になりました。以上まあ三つさんは私を見ても胸がなくて興味わかないだろう。なんで、僕は別に胸だけが好きなわけじゃないですから、本当に本当だよ別に、なんかその胸が大きくなきゃ僕はなんかその人好きにならないとかそういうのないからね、別に。本当にその辺勘違いされてる。確かに胸の大きい人に反応することはあるかもしれない、それはあるかもしれないけど、それだけじゃないからね、別に。ああこいつは胸ないからもう女としては0点ですわガハハみたいな感じじゃないから、よろしくお願いしますね、その辺は。ね、山ちゃんの結婚ついた、いいね、45万ぐらい、へえすげえ。世界の1位だったらしいですかね、トレンドが、山ちゃんのあれで。僕も最初ツイッターで見た時なんかドッキリだと思ったもん、普通に。あ、本当なんだと思って。すごいねって、本当にただただ感想としてはすごいねっていう。あと僕が思ったのは、山ちゃんが42歳っていうのはなんとなく知ってたんですよ。ワイドなショーかなんかで言ってたと思うんで、僕今年で42歳ですって。しずちゃんが40歳ってことにちょっとびっくりしたんだよね。山ちゃんより年下だっていうのは知ってたけど、いくつ差か知らなくてさ。なんかしずちゃん、相方のしずちゃんかっこ40歳も出席みたいなネットニュース見た時、あ、しずちゃんもう40歳なんだと思って、
なんかそこ一番びっくりした。なんかああそっかと思って、なんか時間って経つなと思ってそれ年齢をあんまり認識してなかった。なんかお笑い芸人の人とかタレントの人なんか年齢見るとなんか自分がなんか年食ったなって思うよね。もうなんか山ちゃんが42歳ってなんかワイドなショーかなんかで言ってたのを今年なんか見たんですよ。だからなんか知ってて、ああなんか厄年やねって、厄年どころか一番いい年になってるじゃねえかって感じですけど、山ちゃんこの春からレギュラー番組16本らしいですからね多分吉本でも超トップクラスの売れっ子ですよね山ちゃん。レギュラー16本と思って、M1 の時とかかなりねまだ若手だったから、あれはトップクラスの売れっ子ですよあれ。だからなんかこう山ちゃんが蒼井優さんに結婚してもらったみたいな感じになってますけど、世間の風潮では。どっちかというと僕は蒼井優さんが山ちゃんに結婚してもらったっていう感じですよね、はっきり言えば。いやまあ男女平等って言うんだったらさ、なんかこうね、別に稼いでる男に女の人が嫁ぐじゃなくて、稼いでる女に稼いでない男が嫁ぐって言い方ではないけど結婚するっていうパターンがあっても別にねいいでしょって思うんだけど、なんかそっちのパターンは叩かれ気味だよね。叩かれ気味っていうか、なんか世間にあんまよく思われないですよね。なんかお金持ちの女とお金持ってない男が結婚するって、なんか逆は全然なんか許されるのに、 IT 社長とそんなに売れてないなんかアイドルの子が結婚してもなんかそんなにガチャガチャ言われないじゃん、まあ、多少なんかやっかみでお金目当てとか言われるけど、逆パターンはえらい言われるもんね。そう、紐って言われちゃうもんね。なんか女の場合絶対言われないもんね、それがちょっとずるいなって思いました、でもその男を紐扱いすることでの、そのそこそこお金持ってる独身の女の人もなんかちょっとやりづらいとこあると思うんですけどね。自分がなんかお金持ってない男と結婚しちゃったら、そのお金持ってない男が紐って言われちゃうんじゃないかと思って、なんか気使っちゃうとこもあると思うんですよね。その、だからなんかあんまりいい風潮ではないと思いますけどね。そう、女だとむしろ勝ち組だぜイエーイみたいな感じで、透明人間になったら何をしたいですか。一番真面目に答えるなら、透明人間になったら元に戻りたいですよね。一番つまんなくて真面目な回答したらするんだとすれば、透明人間だったら何をしたいですか。元に戻るように努力します。嫌だもん、この先何年生きるか分かんねえけど、例えば僕があと30年40年生きるとして、一生透明人間だったら超やだもん。まず元に戻りたいなって。で、元に戻れる保証があるのであれば、なんかすることあると思うけど。でもなんかどうですかね、なんかその覗き的なことって実際どうなんかな。あんまり僕なんか。その覗きたい願望とかあんまないんですけどね。女風呂入ってみたい願望とか、むしろバレた時のなんかデメリットがでかすぎるというか、なんかそんな感じしない？だ、透明人間になってさ、いつ元に戻るか分かんないわけじゃん。それさ、この女子大の更衣室とか入ってさ、ゲーって覗いてたら急に元に戻ったらどうする？しかも全裸の状態で死ぬじゃん、社会的に。急に元に戻ったら、それが怖いよな。だ、なんかそのいつに元に戻るのが怖くて、なんかこう純粋にこう
楽しめないと思う。楽しめないっていう言い方もちょっとあれですけど、そうだね、透明になっただけで何もなくなるわけじゃないもんね。なんかバレそう。だって呼吸とか聞こえるわけじゃん、スーハースーハー、なんかスーハースーハーしてるぞってバレますよね。まあ、元に戻れるっていう保証があって、かつこの時間元に戻らないっていうのが分かるとするなら、なんだろう、映画とかタダで見る。でもなんか泥棒だしな結局やってること、それタダで映画見るって、要はなんか YouTube とか日報で上がってる映画とか見てるのと一緒だもんね。タダでできるからってタダでやっちゃうと、なんか自分のなんか自尊心が傷つきそうだよね。あー俺は違法視聴したんだみたいな。実際だから透明人間ってやりたいことってそんなないような気がするんだよな。なんか少年の悪いやつ以外透明人間ってなっても得しないんじゃないかな。透明人間になってできることって犯罪系のことばっかりだから。だってあと見えて、見えててできることばっかりじゃないですか。強いて言えば一番合法的なあれで言うと、手品師的な人にこう話を持ちかけて、俺透明人間なんだけど俺を利用したらすごい手品できるんじゃないかっつって話を持ちかけて、まあそこそこギャラもらうぐらいの、それはまあ犯罪じゃないじゃないですか。そういう方ことかな。三井さんの普段使う一人称がどれが多いと自覚してますか。俺、僕、私、ワイなど。個人的には僕が多いんじゃないかなと思ってます。まあ一番使うのは僕かな、言うて仕事とかにも使えるから。なんか初対面の人に絶対自分の一人称俺とか、言わないし、てか僕ある時期から多分生放送動画で一人称僕が増えたと思うんですよね多分。まあこの絶妙な機微分かってくれる人あんまいないと思いますけど、昔はね動画で俺、生放送で私が多かったような気がするんですよ。なんか生放送も俺が割と使ってたような気がするんですよね。なんで動画で俺が多かったかっていうと、複数人でやってたからなんですよね。だからなんちゅうの、視聴者の人に語りかけてるっていうよりはこの友達同士の会話だから、友達同士だったらどうしても一人称俺になりやすいから俺が多かったと思ってるんですよね。で一方生放送だとその見ず知らずの人に喋るわけだからちょっとかしこまってたから私が多かったような気がする。でたまに調子乗ると俺になるみたいな、あんまりその中間の僕っていうのが少なかったような気はする。で最近はまあ動画でも一人ですし生放送でも当然一人なんで、あんまりなんかしょっちゅうコロコロ一人称変わっててもなんか変なんで、まあ僕だと全部なんか使えるので僕が増えたのかなって。昔は私ってそこそこ使ってたと思うけどな。昔はね、なんか最近はあんま使わないですね私。まあ、なんでね昔私っていうのをちょっと使ってたかっていうと、所ジョージさんをちょっと意識してた部分がある。なんで所ジョージさんを意識してたのかはわからないけど、所ジョージさんって
自分のことを私って言うじゃないですか。あれがなんかちょっとおしゃれだなって思ってて、なんかこう男性の一人称でなんかこう私ってそんなになんかこうアナウンサー的な人以外で使わないじゃん。所ジョージさんってああいうラフな感じなのに自分の一人称私っていうのがなんかちょっとおしゃれに見えてて、ちょっとそこに憧れて私ってちょっと使ってた時期がある。私はねって言うじゃんあの人。そのなんかアナウンサー的な人が私っていうのはわかるけど、ああいうラフな人がなんか私っていうのはちょっとおしゃれに見えて、政治家とかね、個人的な人ってやっぱ私って使うと思うけど、ああいうラフな人でやっぱ私って男性だとあんま使わないので、あとそう一人称の話でちょっと、ま、少しそれる話になるけど、なんか普段さ自分のこと私って言ってる女の子が不意に私って言うとちょっとドキッとしない？あ、なんか俺に心開いたってなんか思わない？あんまないっすかね、この感じ。普段私って言ってるのに私って今言ったと思って、逆になんか女の子とかもさ、なんか普段僕って言ってる人がなんか俺って言うとなんかあって思ったりとかしないのかな？あ、やだキュンみたいな。自分の名前が一人称の女ぶん殴りたくなる。まあいるねそういう。マミはとか、マミはそう思わないんだけどとか言われるとなんかんだよこいつってなるよね。普段僕とかのに自分の前で俺となったらなるよね。うん、やっぱそれあるでしょ。それが私と私なのよ、男からすると。なんかちょっと親みたいな、心のブラジャーを外したんじゃないかって思うんだよ、ね、心のホックを外したんじゃないか僕の前で。あと一人称の話になると、僕はあの二次元とかだったら自分のこと僕もしくは俺って言ってる女の子結構好きです。リアルだと分かんないけど、俗に言う僕っ子だの俺っ子だの結構好きです、うん、我が輩とか拙者とかまで行くとどうか分かんないけど、まあでも悪くないな、二次元だったら悪くないな、我が輩拙者も小生とか二次元ならまあ悪くない。まあまた質問たまったらじゃあやるわ。じゃあ一応質問箱は常設しとくんで、ツイッターで答えたりはしないけど、こういう生放送で答えるみたいなのでよければなんかまたたまったりやろうかなって。そんなにすごいすぐたまんないと思うから、たま何ヶ月とか後になると思うけど、今質問されても。なのでなんかコミュニティページとかに貼っとくので、なんかもしなんか生放送で答えてくれみたいなのがあったら質問してください。まあこれ動画として多分投稿されると思うから、じゃあその動画の放送説明文とかにも、放送動画説明文とかにも一応 URL 貼っときますわ。なんか生放送で一気にまとめて答えるっていう方式でよければ回答しますって。でまあ僕の人気度から言うと質問そんなまとまった量たまんないと思うので、結構場合によって半年後とかになっちゃう可能性もあるけど、それでよければって。だからなんか今すぐ答えてくださいみたいなのはもうメールとかツイッターで送ってください。みつさん助けてくださいみたいな、まあ、僕に助けられる命がどれだけあるか分かんないですけど、緊急の連絡はしないでください。質問箱に一人で50通ぐらい、まあね、一人で50通送ったらもう来週にでもまたやんないといけなくなりますね。
50は。一番キュンとするチョコの渡され方は何ですか？バレンタインですね。バレンタインですね。いやー、バレンタインだな。6月9日バレンタインですよね。一番キュンとするチョコの渡され方、僕チョコってね、人生であんまもらってないのでね、マジで。もらうだけでだいぶキュンとしますけどね、正直言うと。正直もらうだけでだいぶキュンとしますけどね。急にちょっと待って、さっきの一人称の話で、そういえば一個話したい話あったんだけど、ちょっと急にその一人称の話元に戻っていい？ちょっとチョコの話一旦ちょっと一時停止して、ちょっと止めといて。さっきの一人称の話でそういえば思い出した話があった。女の子が私って言ってる人が不意に私って言ったらドキッとするみたいな話したじゃないですか。で、逆のパターンで僕って言ってる男が俺って言ったらなんかちょっとドキッとするんじゃないですかって言ったじゃないですか。僕ね、ヒゲが、ヒゲ普段の一人称基本的に僕なんですけど、不意に俺って言った時ちょっとドキッとした。ヒゲね、超ごく稀に俺って言うのよ。あいつ基本ずっと僕なんだけど、なんか不意に、本当に確率 0.2% ぐらいのガチャなんですけど、俺っていうことがあるんだけど、ちょっとドキッとしたんだよね。うわ、俺って言ったと思って。ずっとこいつ中学の時からずっと僕なのに、俺っていうことが稀にあるのよ。その時ちょっとドキッとした。いや、マジでちょっとドキッとした。恋かなって思った。だ、僕一人称に弱いのかもしんない、その女の子の私私みたいな。いや、ヒゲの話はまあ、まあ今後もちょくちょくしますよ。別に絶縁したわけじゃないのでね、動画には出なくなりましたけど、まあ、今までで、ね、一番別の意味でキュンとしたのは、職場でほぼ全員にチョコ配ってる人が僕だけにチョコくれなかった時、別の意味で胸がキュンとしましたけど。あ、俺にはくれないんだって。みんなに配ってるのに、なんか俺もらってないなって。その人には見えてないのかなって、なんか思いましたね。まあ確かに普段その人と喋んないけどさ、みんなに配ってんなら一応くれてもよくないっていう。ヒゲさんが三つ三指から呼び捨てだったらキュンとします？違う意味でキュンとするかもね。急に三つとか三井とかになったら、なんかあって思うよね。あ、変わっちまったなって、ヒゲも変わっちまったなって、多分なんか思うね。ヒゲのいいところ、まあ悪いところでもあるけど、変わらないところだから、あいつの、あいつのアイデンティティは、なんかこう、ヒゲが茶髪とかになったらすげえショック受けるだろうな。服装の感じとかオラオラ系になったらやっぱりショック受けると思うし、不調とかも変わったらやっぱショックやろな。他の人が変わっていくよりもやっぱよっぽどショックだと思う。彼は本当変わらないからね。変わらないから、まあ、ずっとなんとなく一緒にね、動画とかできるもんかなと思ってた分だけ、まあ一緒にできなくなってショックではあるけどね。結局切ない話になるっていう。まあちゅうわけでね、今日なんとニコ生のこの、まあ言ってみれば雑談枠みたいな感じで、4時間放送するという。いや、なんか初めてかもしんないね、この雑談ベースの放送で4時間放送してるっていうのは。
いや、ここまで本当お付き合いいただきありがとうございました。なんかすごいちょっと不安でしたけど、放送始める前はゲームで4時間とかもうザラですけど、雑談で4時間は結構久々だったかな。前とかね、ツイキャスとかで朝方までなんかどうでもいいような雑談してたことはありますけど、最近はね、しかもまあ割とこの生放送におけるゴールデンタイムの9時からまあ1時ぐらいっていう時間帯をなんか雑談でなんかやらせていただいて本当ありがたかったですね、本当に。いや、皆さんもね、コメントしていただきありがとうございました。